おはようございます。今回の研究材料はこちらです。はい、青島さんのチリ海軍主力練習船エスメラルダさん、こちらお船のキットを組み立ててみたいと思います。船は以前作ったのがサンフラワー、ザクフラワー以来で1年以上ぶりなのですが、見立てるの楽しみです。今回はやはりなんていうと、この砲があること、そしてロープだったり、結構ね難易度難しそうなのですが、組み立てることができるのか研究したいと思います。それでは研究開始。なんでしょう、このこれはパーツ、あ、説明書のこの方の部分でしょうか。感じで、わ、細い。そしてつるんとしたマスク目部分とこの辺りですね。これこの角度に切ればいいのかな。そしてはい、甲板部分こっちかな、はい、と、そしてあ、こう糸みたいなのが入ってます。はい、うん、ロープ張りできるかな、難しそうですね。でもいつもとまた全然違った説明書でワクワクしますね。あ、すごい、サンフラワーとも全然違う。頬の部分ですが、マスクを切って紅茶で色を少しだけつけてみて乾かしたんですが、気持ちいい茶番だ感じはするのですが、こうやって3枚に分かれてしまうので、ずっとお家に眠っていたこのジオラマ用ののりスプレーを吹きかけて1枚にちょっと貼り付ける、固めてみようかと思います。意外と広範囲に飛ぶのは、この辺ネジョネジョになるかもしれない。ビニールとか拭いた、引いた方がいいかもしれませんね。めっちゃ飛ぶのはこの中に吹く、あー消えようかと思います。めっちゃ白い、うお、ミスト状に出ない時がある。なんじゃこりゃ。それでは組み立てていきたいと思います。まず一番は甲板のこの各部分ですね、コンテナなどを接着していきたいと思います。細かい70番、はい、にパーツを今回は切ってからというやり方なんですけど、果たしてうまくいくのでしょうか。こんな感じ、はい、この段々が気になっているところなどはやすり軽くかけてみます。さっきのボンドが結構手についてしまって3回ぐらい手を洗ったんですが、まだニチョニチョしますね。はい、こんな感じで、ここもね、裏もちょっとぷっくりになってて削ったりしてみました。これを一つずつしていきたいと思います。泣いている、ここにして、はい、細かい手でやっちゃいそう。やっと一つつけることができました。はい、こちらの説明書1番の小さいパーツを接着するところがじゃできました。こちらもほんと細いところとか取り扱いに気をつけて作業を続けていきたいと思います。次はこのマストの
組み立て、こちらも初めての工程になるのですが、取り付けがちょっと斜めにした方が風を受けた感が出ますよなど書かれてはいるのですが、ちょっとこの辺りを組んでいきたいと思います。まっすぐに接着するのが難しい。なんか置いてる間に曲がってしまったりとか、わかります？こんな感じです。マストが組み立てれました。はい、それではいよいよこのロープ針ですね。今回一番のちょっと不安なところなんですけど、しっかり説明書を見ながら貼ってつけていきたいと思います。こちらですね、こちらがついていたので失敗しないように頑張りたいと思います。なんとめちゃむずい。この感じでまずぐるぐるぐる長く、どういうことだろう。玉結びとか、しかもどうやって止めとくのさっていう接着。まずここに、この裏にマスキングテープとかで止めといていいんですかね。多分ここにまず止めないといけないんですけど、なんか穴が開いてて玉結びできるとかでもないので、わお、しかもちょっとよりによって太すぎましたか。うん、いや、でもまずはここですよね。遠目にしてピンと貼らないといけないのに、それも上手にできるのでしょうか。ちょっと出して玉結びとかしとけばよかったかな。この糸が、長めにちゃんと入っていることも信じて切りました。そして、どうなってるの、この島は。どなっ、もうやってみましょうか。キューン、うわ、パキッていかないこれ本当に。キューン、こういうことで、こっちも通します。よいしょ、あ、怖い、あ、ちょっと曲がってる。そーっとそーっと、もう一回来た。めちゃめちゃ難しい。ピンと張りすぎないようにと言いながらも、結構ピンピンに張ってしまったりとか。ただこうやってロープを張るとぐんとなんか雰囲気が変わってきました。ちゃんとした結び方が必ずあると思うんですけど、いろいろ見ててこのサイズでがよくわからなくて、もうなんか自分流みたいな感じになってしまってますが、そして本当だと多分方はもうここに刺しながらやっていく方がいいと思うんですけど、とりあえずこの説明書さっきにもロープ針ってなってるんで、ロープを張りながらの、んでこうかけて、こうかけて、ちょっとまた切ります。はい、なんとかロープを張ることができました。ここから方と、あと船底を作っていきたいと思います。はい、ここも、あ、塊接着できました。あ、グリーンがすごい綺麗。
この辺も。わあ、怖い怖い怖い。めっちゃプルプルしちゃう。あー、垂れてしまった。はい、ひっつき虫パワーで立ちました。こんな感じです。ということで、こちら、はい、こんな感じで、あ、ちょっとこれが上に行ってしまってたるんだりしてしまってるんですが、2人のロープはですね、割と自分の中でもあ、できたと思って結構満足していたのですが、なんとまさかのこの間のロープをですね、結び忘れてまして、こう横にね、こうもうなんか登れるような網とかにするのもどうしようかなと思ったんですけど、まさかのこれも結構ね、内側でなんか自分の用意したロープとかをつなげてて、がっつり接着とかもしてしまって、こうもばらせなくなってしまったんですよね。ということで、とりあえずここまでは作ることができました。じゃあ最後、つや消し、クリアのつや消しは拭いてあるんですけど、ほんとね、キットですごく素敵なんで、やっぱりこのロープをこうやって貼って、この方もマスクもね、すごくいい感じだ。これちょっとね、あのカメラ越しだと分かりにくいかもしれないんですけど、紅茶でね、いい感じにこう黄ばみ茶ばんだ感じだったりとかしてたんですけど、まずここまでとなってしまいましたが、本当にもうね、細かいこのにこういうところね、ボートがこのボートとかつけるところがすごく楽しくて、作ってるこう作業はね、本当にあっという間に感じられたんですけど、まさかまさかのこの間のところがね、本当によくですね、皆さんもぜひ説明書をしっかり見て組み立てていただきたいなと思います。まあ、この途中のね、組み立て動画とか見ていただいて、あ、船もいいなって思っていただけたらすごく嬉しいですし、この子は、ここもね、そうなんで、ここ、コンドラ？鳥がね、この先に、こうやって、ついたりとか、すごい、ここも塗装とかどうしようかなとか、こう海に浮かんでるときは、このグリーンのところは見えなくて、すごい真っ白に、遠くからの写真とか見ると見えたりして、すごいね、この箱絵がわかりやすいかな。すごい素敵なお船だなと思って、塗装も楽しみにしてたんですけど、まさかまさかの大失態をしてしまいました。スケールサイズとかが合えば、そのジオコレガンプラ発表会の何か時に一緒に、このエスメラルダさんもできないかなとか思ったんですけど、スケールはやっぱりね、大きさ35分の1とかなので、という感じで、ただまあ、ここから何か見れるところは塗ったりとか、ちょっとあの、まあ、エスメラルダさんとしてではなくなってしまうかもしれないんですけど、まあ、ユリカ騎士団のオリジナルエスメラルダさんになどにね、ちょっと塗ったりとか、まあ、そもそもですロープした後にその塗ったりとかっていうのは難しいかもしれないんですけど、いやー、本当に何の難しいところたくさんあったんですけど、本当にね、途中までの作業が楽しかったからこそ、まさかの失態が本当にショックで、
でもここまででも作ることができて本当に良かったです。それでは今回の動画も最後まで見てくださってありがとうございます。久しぶりにちょっと失敗してしまった動画に なってしまったんですけども、本当にこちら素敵なキットなので皆さんもぜひ作っていただけたら嬉しいです。それではぜひまた次の動画も見ていただけると嬉しいです。それではそれではおつなもこです。